はい、それでは、アルゼンチンサンバというリズムをやっていきます。このリズムはですね、以前やったクエッカっていうリズムとすごくよく似ていてですね、ストロークのやり方も、まあ、ほとんど同じと言ってもいいんじゃないかなと。まあ、違うのはスピードですよね。クエッカよりもゆっくりしてます、アルゼンチンサンバは。そのぐらいの違いです。行ってみます。感じなんですけど、どういうストロークかというと、まず初めはラスゲアドですね。でアップでダウンでカッティングでダウンですね。でまあもし入れたかったら次にアップを入れても OK です。これ入れても入れなくてもどっちでも大丈夫。これ打ちっぱなしで終わっちゃってもいいし、これ戻してアップ入れてあげてもいいし、それはまあその時の、状況で使い分けていただいて結構です。ゆっくりやってみましょうか。では、ゆっくりやっていきます。もしくは最後にアップを入れてもいいです。じゃあ次のパターンはこんな感じ。はい、パターンとしてはですね、まずラスゲアードから入る、でアップで、もう一回アップでダウン、カッティングダウンで、最後のダウンで終わってもいいし、さっきみたいにね、1個目のパターンと同じようにダウンで終わってもいいし、最後のアップでもう1個加えても OK です。
と最後にこれもアップを入れてもいいですね。はい、最後に、アルゼンチンサンバに木曜日と同じようにキンバと呼ばれる、まあ、B メロの部分がありまして、そこはちょっと曲調が、まあ、ちょっと抑えめになるんですけど、そこもやっぱりクイッカと同じように、ストロークをちょっと変えます、まあ、ストロークでやるんならこういう感じかなと、まあ、アルペジオでやったりねすることも多いんですけど、ストロークでやるならこんな感じっていうのを、まあ、クイッカと同じなんですけどね、こういう感じ。始め休符ですね、お休みで、その時にもうこれ止めちゃいますね、こうこっちの指で弦を押さえちゃって止めちゃう、でジャージャー、ここでまた止めて、でまた外す、ジャージャー、金歯の部分、ストロークでやるのはこんな感じかなと、アルゼンチン様は以上ですね。